小島駅は徳島県美馬市穴吹町三島にある四国旅客鉄道徳島線の駅である。駅番号は B17。島式ホーム一面二線を有する地上駅。阿波池田に向かって右側のホームから少し離れたところに河原吹木造の駅舎が残っており、ホームとは古戦橋で結ばれている。上降人員は徳島線で最も少ない。以前は 簡易委託駅として乗車券が販売されていた。旧国鉄時代、友人駅だった頃の当駅を無人化に至るまで追い続けた短編映画、小島駅が1973年、個人の手により制作されている。当時徳島線は、少なくとも当駅を挟む区間において、通標閉塞が施行されており、上下駅違い可能駅として作られた当駅には、 閉塞取り扱いのため駅員が配置されていた。しかし、国鉄合理化の煽りを受けて1972年10月1日に無人化されている。本短編映画では、友人駅だった、当駅におけるタブレット授受や、隣接駅との閉塞取り扱い、窓口における切符販売の様子などが映し出されているほか、現在 JR 線内からは姿を消している。 腕木式信号機の姿も映し出されている1972年の停留除火前後における信号機取り替え作業の様子も一部収録。さらに、徳島本線における合理化計画を報じた当時の新聞記事や国鉄四国総局による当駅利用客に向けての停留除火通知も紹介されているほか、映画冒頭のタイトルコール及び、 撮影者クレジット表示の直後から約1分間の部分では当時小島地区で行われていた秋祭りの様子なども映し出されている。現在、本短編映画は科学映像館のウェブサイト上において無料公開されている。ありがとうございます。